1番新潟辺見優太、2番千葉片岡正明、3番群馬沼川夢久、4番宮城鈴木博人、5番千葉黒川雅俊、6番群馬大河原和彦、7番青森須須田大光。以上のメンバーによる対戦です。上空少し雲は多めですが青空です。気温は27度、湿度は 75%、 風は南東の風が 1.5 メートルと発表されています。南東となりますとバンク内はバックが追い風となります。発送準備整いました。斜め発送いたします。体制完了です。号砲になりました。第一レースチャレンジ予選競争スタートです。4番鈴木博人が上がっていきました。続いて2番が片岡正明、1番辺見優太、5番は黒川雅俊、7番須須田大光、3番沼川夢久、最後尾6番大河原和彦です。先頭は4番宮城の在戦ポー鈴木博人です。今季にチャレンジに後半して予選はすべて4場所連帯を渡しています。先行まくり追い込みと多彩な戦法を駆使しています。4番鈴木博人、その後ろに7番青森須須田大光、4番7番東北勢、5番の千葉黒川雅俊が3番手に上がってまいりました。千葉の先行タイプ、後ろは2番を同県千葉片岡正明、5番2番千葉コンビ、2周回目の1センター。注目の1番車ルーキー新潟辺見優太は5番手から。ストロングポイントはダッシュ力、本格デビュー後予選は3連勝中、すべて先行逃げ切りです。1番辺見優太、今シリーズは師匠と同時斡旋となっています。後ろは3番群馬沼川夢久、続いて6番が群馬大河原和彦、1番3番6番、ここは上越勢、2周回目の第4コーナーを待っています。1番辺見優太動きました。1番3番6番上越勢、合わせて中段から5番の黒川雅俊も上がって、千葉勢が1番の辺見優太を牽制しながら上がって、一旦下がりました。1番辺見優太5番手、1センターからもう一度仕掛けていきます。1番の辺見優太です。上越勢が上がっていく。4番鈴木博人はここは車を下げます。ジャンが鳴っています。先行体制に持ち込みました。1番辺見優太、4番の鈴木博人が4番手、5番の黒川雅俊が5番手です。6番手です。4コーナー待ってのホームストレッチ、1番辺見優太が主導権、後ろは3番沼川夢久、3番手6番の大河原和彦で今第2コーナーに向かいます。中段4番手から4番の鈴木博人が4番手から2コーナー手前でまくっています。前在2番手まで上がってきた4番鈴木博人、1番辺見優太まで迫ってきますが、ここは鈴木辺見優太がペースを上げています。4番のここは鈴木博人が交代して3番沼上さんが番手、1番の辺見優太が先頭です。さあその前に切りました。1番3番そして7番あたり、第一レースチャレンジ予選競争、ルーキー辺見優太の先行逃げ切り、番手食い下がった3番沼川夢久が2着入線です。1番3番7番あたりの号の通過体制、リプレイをご覧ください。鈴木博人のまくりは不発でした。千葉勢も後方に置かれて辺見優太が先行逃げ切りのレース、リプレイゴール線上をご覧ください。スーパースローです。
1番東京物部邦春、2番福島前方正美、3番千葉鈴木光太、4番秋田村上照久、5番地元神奈川安藤義明、6番東京茨城元成、7番宮城奈良元井、以上のメンバーによる対戦です。気温は現在27度あります。風は東の風 1.5 メートルのコンディション。ラインのできる自力タイプは前方正美、鈴木光太、そして奈良元井です。前方正美とルーキーは鈴木光太、先行テクニックは前方が1日の長があります。そして7番車奈良元井、元ロードのプロ選手でした奈良元井です。発走準備整いました。斜め前傾線に移ります。号砲になりました。第3レースチャレンジ予選競争スタートです。まずはルーキー3番鈴木光太が上がりました。続いて1番物部邦春、2番が前方正美、4番村上照久、5番は安藤義明、7番奈良元井、最後尾6番茨城元成です。バックストレッチです。誘導員に追いつくのはルーキー3番鈴木光太、明星大学自転車部出身です。大学ではロードレースをやっておりましてトップになったこともあるそうです。デビューして予選は2連勝、いずれも先行逃げ切り、その後ろに5番地元の安藤義明が入ります。3番5番、ここは難関勢の3番手に1番東京物部邦春、4番手から2番福島の先行型前方正美、マーカー4番秋田村上照久、2番4番東北勢、7番宮城の奈良元井は6番手から、新人の鈴木光太もロードレースの出身ですが、この人もロードといえばこの人、この人もロードのポットプロ選手です。7番車奈良元井、後ろはマーク6番車東京大ベテラン茨城元成、臨海4番目の年長選手です。6番車大ベテラン茨城元成は7番奈良元井をマーク、その奈良元井が動いていきます。誘導に後ろで車間を切ったのはルーキー3番鈴木光太、ここは突っ張るのか、打掌周回に入りました。突っ張ります。3番鈴木光太突っ張った、突っ張られた7番奈良元井、一旦下がります。2番車前方正美が4番手で2コーナー、前方正美はまた仕掛けずバックストレッチ、3番鈴木光太が先行体制、ジャンが鳴っています。3コーナー一旦下げた7番奈良元井がまた上昇していく気配を見せますが上がっていきません。また6番手3番鈴木光太がさあ後ろを一旦確認してスパートします。残り1周を切ったところで一気に踏み込んだ7番奈良元井、3番鈴木光太も合わせます。2コーナーからバックストレッチ、3番鈴木光太が合わせる、外に7番奈良元井出させません。突っ張る3番鈴木光太、奈良元井が外にへばりついていますが交代2番手の外、内に5番の安藤義明、4コーナー回って3番の鈴木光太先頭、突っ張り切って先頭は鈴木光太です。後ろは5番の安藤義明、3番5番そして1番あたり、第3レースチャレンジ予選競争、鈴木光太奈良元井を一歩も出させませんでした。突っ張り切っての先行逃げ切り、その審判異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。奈良元井を突っ張り切った鈴木光太、そのまま背足もしっかりと逃げ切っています。リプレイゴール線上をご覧ください。3番5番1番スーパースローです。1番宮城亀井道義、2番埼玉吉橋秀樹、3番栃木宮原孝之、4番東京山本周平、5番東京晴山博之、6番栃木植木隆、7番秋田田口雄介、以上のメンバーによる対戦です。
ラーズカ初登場は山本周平と田口雄介です。先行タイプルーキーは7番車田口雄介です。多くのプロ選手を輩出している大曲農業自転車部出身です。発送いたします。予選は2連勝中、対抗する4番東京山本周平、こちらは名門日大自転車部出身。号砲になりました。第4レースチャレンジ予選競争スタートです。大外7番ルーキー田口雄介が上がっていきます。続いて1番亀井道義です。2番が吉橋秀樹、3番宮原孝之、4番山本周平、5番が晴山博之、最後尾6番植木隆です。眩しいほどの西日が差し込んでいるバックストレッチ、先頭が7番ルーキー田口雄介です。続いて1番亀井道義、7番1番は東北勢、4番東京山本周平、3番手に入りました。115キロの卒業チャンピオン、ポテンシャル十分も苦戦が続いていますが、4番山本周平、後ろは5番車東京晴山博之、4番5番東京勢、その東京勢の後ろ2番埼玉吉橋秀樹が加わって埼玉東京勢が4番5番2番です。6番栃木植木隆は6番手自在戦法です。3番栃木宮原孝之がマーク、6番3番は栃木コンビです。2周回目の3コーナーから第2センター、先頭がルーキー田口雄介で、1番亀井道義マーク、6番の植木隆が動きを見せました。6番3番栃木の2人が上がります。田口雄介ここは突っ張りますか、強引に抑え込もうと栃木勢が上がった。ここはしかし内から突っ張る7番の田口雄介です。下がった6番植木隆が3番手、これで4番の山本周平は5番手となっています。バックストレッチです。流している7番田口雄介、ジャンが鳴りました。今2センター、山本周平仕掛けどころを図っています。2センターで仕掛ける4番山本周平、7番の田口雄介も前々に踏み込んでいきます。ここは4番山本周平が田口雄介を叩いて先頭に立った1コーナー、これで5番の晴山博之、2番手のそのインコース、7番の田口雄介3番手に引きました。2コーナーからバックストレッチ、叩いた4番山本周平先頭、東京勢4番5番、7番の田口雄介3番手その後ろ離れています。2センターで車を外に持ち出す7番田口雄介、4コーナー丸、4番山本周平まだ粘る、牽制を受けた7番の田口雄介が伸びきってゴールインです。第4レースチャレンジ予選競争、山本周平がルーキー田口雄介を叩きました。粘りに粘ったんですが伸びきった7番田口雄介です。7番4番5番あたりのゴールの通過体制、リプレイをご覧ください。3番手から車を外に持ち出しての直線伸びていきます。5番の晴山博之にブロックを受けたんですが、田口雄介伸びきっています。スーパースローをご覧ください。1番地元ホームバンク岡崎康郎、2番埼玉板場俊一、3番茨城黒滝大将、4番千葉林邦彦、5番地元ホームバンク塚本ルー、6番埼玉山中浩一、7番栃木北沢勝弘、以上のメンバーによる対戦です。さあ今大会4人目のルーキー登場、ホームバンクの塚本ルーです。名門東海大学柔道部出身です。本格デビュー後2場所しっかりと結果を残して念願のホームバンクの一戦となりました。残念ながら今シリーズは無観客となりましたが、しっかりと自分の走りを披露したいところ。号砲になりました。第5レースチャレンジ予選競争スタートです。まずは1番岡崎康郎が前を取ります。続いて2番板場俊一、3番が黒滝大将、5番塚本ルー現在4番手にいます。続いて4番が林邦彦、7番が北沢勝弘、最後尾6番山中浩一です。
バックストレッチから第3コーナー、岡崎康郎先頭、今年初めての地元戦です。アウトコースから上がってきたのは5番車塚本ルーです。塚本ルーが岡崎康郎の前に入っていきます。本格デビューの2場所やりたいレースができていますと昨日話していました。5番塚本ルー前に入ります。5番1番そして4番林邦彦が難関勢3番手です。5番1番4番です。6番埼玉山中光一が4番手から、2番板場利和マーク埼玉コンビが6番2番、3番黒滝大将は6番手。前場所函館で自身2度目の優勝を飾っています。ルーキー3人を向こうに回し、そのルーキーをまくりで仕留めたレースでした。3番黒滝大将、今日は塚本ルートの対戦、後ろは7番大ベテラン北沢克弘、3番7番栃岩勢。4コーナー回ってホームストレッチ、ここで3番黒滝大将が上がっていきます。ここは5番の塚本ルーを抑えに行くも、5番の塚本ルー突っ張るか、ダッシュを周回1コーナー、塚本ルー突っ張ろうとしますが、3番のここは黒滝大将を押し込めて前に出ました。そして2番手で5番の塚本ルーです。7番の北沢克弘離れてもう一度外から追い上げる、ジャンで仕掛ける、5番の塚本ルー2番手から上がる、1番の奥崎康郎2番手で、ここは3番の黒滝大将に絡まれている。ここは黒滝大将うまく2番手を奪った。そして4番林邦子3番手、1番奥崎康郎4番手に交代、今第2コーナーに向かっています。5番塚本ルーまだペースを上げていない体勢、後ろ3番黒滝大将です。2コーナーからバックストレッチ、今200メートルを切って踏み直していく5番の塚本ルーです。後ろ3番の黒滝大将、そして4番の林邦彦、4コーナー回って5番の塚本ルー踏み直す、3番黒滝大将抜きに行くも、3粘った、ここは5番の塚本ルー、5番3番です。第5レースチャレンジ予選競争、塚本ルーしっかりと自分のペースに持ち込んで黒滝大将を抜かせませんでした。番手うまく奪った3番黒滝大将を抜きに行ったんですが抜けませんでした。リプレイをご覧ください。5番3番4番のゴールの通過体勢に見えましたが、リプレイのゴール線上をご覧ください。踏み直した塚本ルースーパースローです。1番地元ホームバンク三井たけし、2番愛知太田たけし、3番埼玉丸山直樹、4番千葉植草亮介、5番京都中島よしき、6番新潟西牧修太、7番静岡夏目慎吾、以上のメンバーによる対戦です。後半の永久戦となります。本命に押されたのは地元の三井たけし、1番車が三井たけしです。難関勢にどんな手を打ちますか。2番車は太田たけし、自在戦法です。本命はこの人、1番車三井たけし、そして7番車夏目慎吾、静岡の徹底先行タイプです。発送いたします。発送準備整いました。7名前傾線に移ります。体制完了です。号砲になりました。第6レース A 級予選競争スタートです。ここは3番丸山直樹が行きました。続いて1番が三井たけし、2番太田たけし、6番は西牧修太、7番夏目慎吾、5番中島よしき、4番植草亮介。バックストレッチです。埼玉の3番丸山直樹が前を取って、その2番手に6番新潟の西牧修太が行きます。3番6番関東勢、7番夏目慎吾、3番手に上がって三井たけしの前に入りました。ややスランプ気味の近況ですが、夏目慎吾先行力が抜群、後ろは1番車三井たけし、約1年ぶりの地元戦です。7番1番その後ろが4番千葉の植草亮介、難関勢は3人、7番1番4番です。2番愛知の太田たけしが6番手から、当地は1年ぶりの参戦、自在戦法太田たけしです。後ろは5番京都の中島よしき、2番5番中部近畿コンビです。
周回は2周回目の第2センター、眉毛体制が3番丸山直樹、まくりも兼備しています。3番丸山直樹、6番西巻修太、2番手動いた2番太田武史、2番5番中部近畿ラインが上がります。打掌周回1コーナー、中部近畿勢が前を切って難関勢を誘い出します。第2コーナー、これで7番夏目慎吾が勢いよく上がっていきます。2番太田武史は中段4番手に下がりました。ジャンで3番丸山直樹は6番手2センター、一旦流す7番夏目慎吾です。マーク1番三井武史、3番手4番の植草涼介、さあ前を向いた夏目慎吾を腰を上げています。 400m を切りました。第1コーナーです。7番1番4番難関勢、中段4番手2番太田武史、3番丸山直樹が6番手、2コーナーから仕掛ける2番の太田武史のまくり、太田武史が夏目慎吾を捉えていきます。ここで3番車の丸山直樹が追い上げて2番手に入りました。戦えた7番夏目慎吾交代して4コーナー回りました。2番太田武史先頭、3番丸山直樹が追い込んでいきますか。さあこの両者接戦、第6レース A 級予選競争、太田武史が夏目慎吾をまくり切って、その太田武史を追いかけた3番丸山直樹、ゴール寸前で捉えていますか。リプレイをご覧ください。太田武史の強烈なまくりでした。3番丸山直樹がすぐにスイッチして粘る太田武史をゴール寸前捉えている感じ。スーパースローをご覧ください。1番滋賀乾翔平、2番新潟山崎博美、3番福島泉文人、4番京都窓場鹿野俊、5番群馬北村隆之、6番群馬長岡豪、7番岩手及川優勝。以上のメンバーによる対戦です。山崎博美と泉文人、この2人にラインができるようです。2分戦となりました。7レース A 級予選競争、近況好調の山崎博美に対抗する3番泉文人。泉文人は怪我明け復帰戦となっています。どちらが主導権を取りますか。発送準備整いました。7名です。発送いたします。亀井の号令、体制完了、号砲になりました。第7レース A 級予選競争スタートです。1番の乾翔平と2番の山崎博美が勢いよく飛び出したんですが、ここは乾翔平が前を取りました。2番山崎博美が2番手から続いて4番窓場鹿野俊、5番が北村隆之、6番長岡豪、3番泉文人、最後尾7番及川優勝です。第3コーナーです。近畿勢が前段、平塚初めての乾翔平1番車、続いて4番窓場鹿野俊、その前に遠くの2人が入っていきます。3番泉文人です。福島の先行タイプ、復帰戦となりました今シリーズ。7番及川優勝がマーク、3番7番東北勢、この東北の2人を迎え入れて1番乾翔平、3番手4番手に4番京都の窓場鹿野俊、5番手は2番車新潟山崎博美。近況好調、ここ6場所の予選は全てバックを取って連帯を果たしています。前場所弥彦の予選もいいかましを打ちました山崎博美、後ろは5番の北村隆之がマークして、6番長岡豪が続きます。2番5番6番の上越勢、山崎博美が動きました。泉文人はここは突っ張りますか。今カバンを通過して泉文人突っ張ります。1コーナー突っ張られた山崎博美、一旦5番手に下がりました。第2コーナーです。さあ外バンクを使って3番泉文人、先行体制から再び内に入って、2番の山崎博美を睨みながら今ジャンが鳴って3コーナー、
ここで2センターもう一度仕掛ける2番の山崎ひろみ、上一年が行きます。3番泉文友、さあ先行で対抗する。4コーナーあってホームストレッチ、ここは山崎の勢いがいい。上一で3人が出ますか。最終1コーナー叩かれた3番泉文人は4番手、第2コーナー叩きました2番の山崎ひろみ先頭、後ろは5番の北村隆之、3番手6番長岡豪、 200m 切っての第3コーナーです。ぐんぐんと飛ばしていきます。2番の山崎ひろみ、番手はぴったりと5番の北村隆之、4コーナーを回りました。2番山崎ひろみが先頭だ。山崎ひろみ粘って粘り切りました。2番5番です。7レース A 級予選競争、山崎ひろみ得意戦法でそのまま押し切りました。2番5番3着は接戦模様でした。それではリプレイをご覧ください。見事人気に応える素晴らしい走りを見せました山崎ひろみ。5番の北村隆之を振り切っています。スーパースローをご覧ください。3着はどうでしょうか。1番千葉中曽直彦、2番茨城広瀬博道、3番新潟片桐前夜、4番静岡山内大作、5番新潟佐藤正俊、6番東京広川貞治、7番千葉本田哲也、以上のメンバーによる対戦です。南関勢と関東勢2分戦となりました8レース A 級予選競争です。さあ前を走るのは3番車片桐前夜です。117期生、後ろは師匠がつきます。対抗する7番車千葉の本田哲也、この人の機動力も強烈。体制完了です。号砲になりました。第8レース A 級予選競争スタートです。まずは山内大作が上がりました。4番車続いて1番中曽直彦、南関勢が前攻め、3番片桐前夜は3番手から、続いて5番佐藤正俊、6番が広川貞治、7番本田哲也6番手、最後尾2番広瀬博道です。先頭は第3コーナー前を取った4番静岡山内大作の前に1番中曽直彦が入っています。ベテランですが直線の切れ味は全く衰えを知りません。中曽直彦、アウトコースから上がってきたのは7番千葉の本田哲也です。予選はしっかりとクリアしています。当時前回は決勝に乗っていました本田哲也、7番1番4番南関勢、その後ろ4番手から6番車東京広川貞治がいて、3番片桐前夜は現在5番手にいます。高校大学と長距離種目で活躍しましたインターハイロードレースのチャンピオン、3番片桐前夜、マーカー5番車佐藤正俊、今シーズンは2人のお弟子さんと同時参加、その1人が前の片桐前夜です。5番佐藤正俊、2番広瀬博道がその後ろ、3番5番2番の関東勢、2周回目の4コーナーを回りました。3番片桐前夜動きます。7番本田哲也がどう対応するのか。今打掌周回に入りました。難関勢引きました。3番片桐前夜前に行って第2コーナー、3番5番2番の関東勢で7番本田哲也4番手、2コーナーからバックストレッチ、今ジャンが鳴って残り 600m、 片桐前夜先行体制、本田哲也まだ仕掛けず4番手、第4コーナーは回りました。さあ片桐前夜が踏み込んでいきます。ぐんとペースを上げました片桐前夜、後ろは師匠の5番佐藤正俊、3番手2番の広瀬博道です。今第2コーナー7番本田哲也、2コーナーからいきます。7番の本田哲也のアタックです。さあ2番手から現在3番の片桐前夜を捉える勢いで上がった本田哲也、まぐれ切った、追走は1番中曽直彦、そして4番山内大作、傾斜一気に逆転、難関勢です。4コーナー待って直線、7番本田哲也先頭、中曽直彦楽に追い込みました。1番7番4番が当たり、難関勢上位独占、本田哲也のまくりに乗った中曽直彦、余裕の追い込み勝ち。
ソウル審判員異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。本田哲也が片桐前腰一気に幕引きし止めました。追走中村直彦が追い込んでいます。スーパースローゴール線上をご覧確認ください。1番7番4番のようです。後ほどの決定放送まではお待ちください。8レースの模様でした。1番秋田丸山隆秀、2番東京松根新、3番千葉吉武祐希、4番埼玉戸部夏樹、5番青森日向康之、6番宮城三沢勝成、7番静岡浅沼清人、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となります9レース。その各ラインの先頭を務めるのが3番吉武祐希、4番戸部夏樹、5番日向康之です。この3人の機動力タイプの対戦、本命に抑えたのは5番車日向康之です。4番は新鋭レーサー戸部夏樹。発走いたします。体制完了です。号砲になりました。第9レース A 級予選競争スタートです。まず上がったのは7番浅沼清人です。続いて1番が丸山隆秀、2番松根新、3番吉武祐希、5番が日向康之、6番三沢勝成、4番戸部夏樹最後尾。バックストレッチです。7番静岡の浅沼清人が前を取りました。その前に3番千葉の吉武祐希が入っていきます。難関勢が前段です。吉武祐希、元静岡の吉武祐希、静岡7番浅沼清人の前に入ります。3番7番は難関勢です。5番日向康之が3番手に上がりました。前走西武園の予選は先行して2着でした。7月の砦の予選はまくりで勝っています。5番日向康之、マーク1番秋田の丸山隆秀、6番宮城三沢勝成が続きます。5番、1番、6番東北勢は3社、4番埼玉戸部夏樹は6番手平塚登場。6月に初優勝を飾って今季12半に勝敗しました戸部夏樹。後ろは2番車東京松根新、4番2番埼玉東京コンビです。前走向こう勝ちはホームかましを決めています。4番戸部夏樹動きましたが合わせて東北勢も上がります。3番の吉武祐希も前に踏んで、さあ機動力タイプの3人が踏み合いとなりますか。下がりましたの難関勢、4番戸部夏樹も一旦下がります。第2コーナー先頭は5番の日向康之率いる東北勢ですが、向こう上面に仕掛けたのは4番の戸部夏樹、一瞬2番松根新が遅れを取った。ここは離れました。短期で行く4番戸部夏樹、番手にはまった5番の日向康之です。4番ここは戸部夏樹が2番の松根新の上昇を待っていますが、ここは2番手からこじ開けて上がっていくのは5番の日向康之。ここは抵抗する4番戸部夏樹ですが、叩かれて交代、2番手で粘っています。2コーナーからバックストレッチ、4番戸部夏樹が4番手に下がった。3番吉武祐希が5番手、200を切る3コーナー、今2センター。5番の日向康之先頭、東北勢で4コーナー待った。1番松山丸山隆秀2番手です。5番の日向康之先頭も丸山隆秀追い込みました。1番5番そして6番あたり、第9レース A 級予選競争、積極的に動いた5番の日向康之につけた1番丸山隆秀が追い込んでいます。東北勢上位独占、リプレイをご覧ください。日向康之いい攻めを打ちました。マークした丸山隆秀がゴール寸前で捉えています。スーパースローです。1番群馬斉藤和重、2番地元ホームバンク中西司、
3番茨城橋本紀明、4番福島玉城秀則、5番地元神奈川山本潤、6番北海道小原慎也、7番静岡長田龍拳。以上のメンバーによる対戦です。戦となります10月世紀予選競争です。長田龍拳登場、平塚バンクは初登場です。2018年インターハイスプリントのチャンピオン、典型的なスプリンターです。7番車長田龍拳です。人気の中心です。そして2番車中西司がマークします。発走いたします。斉藤和樹がどこまで抵抗していきますか。群馬の先行型斉藤和樹後方になりました。第10レース A 級予選競争スタートです。2番中西司が前を取りました。1コーナー続いて5番山本潤です。6番は小原慎也、1番斉藤和重、7番長田龍拳、4番玉城秀則、最後尾3番橋本紀明です。バックストレッチから3コーナー、地元の2人の前に7番の静岡長田龍拳が入っていきます。怪我から復帰して復調気配が見られる近況です。長田龍拳まだそこは見せていない待機です。長田龍拳地元の2人の前に入りました。7番2番5番の難関勢です。2周回目に入りました。4番手から4番福島玉城秀則、地対戦の玉城秀則に6番北海道小原慎也がマークして、4番6番は北日本コンビ、1番群馬の斉藤和樹が6番手 かかった時の背足は強靭です。1番斉藤和樹、マーク3番茨城の橋本紀明、1番3番は関東勢、関東勢も2社です。2周回目の第2センター、先頭は7番長田龍拳、誘導に後ろでやや車間を切っています。4コーナー終わってホームストレッチ、ここで関東ラインが上がりました。斉藤和樹が上がります。長田龍拳は突っ張るのか、引っ張ります。長田龍拳突っ張られて関東勢交代、1番斉藤和樹再び6番手に引きました。第2コーナーからバックストレッチ、突っ張った長田龍拳一旦流してジャンが鳴りました。先行体制長田龍拳、後ろは2番中西司、3番手5番の山本潤です。4番の玉城秀の、6番の小原慎也が4番手5番手、今400を切りました。長田龍拳がペースを掴んでいきます。今第2コーナーです。ギアを上げました。長田龍拳マーク2番の中西司です。3番で固める5番山本潤、難関手のペースでいきます。 200m を切りました。今第3コーナーです。飛ばす7番長田龍拳です。マーク2番中西司、5番山本潤がやや離れ気味。第4コーナー待った、長田龍拳先頭だ。さあ踏み直している。さあ中西司が追い込んだかどうか、粘った7番長田龍拳、接戦です。第10レース A 級予選競争、長田龍拳中西司、この両者接戦でした。一着は大変接戦となっています。7番の長田龍拳と2番中西司、リプレイをご覧ください。ゴール戦場はほぼ並んでのゴールでした。3着に5番山本潤です。スーパースローをご覧ください。1番埼玉高橋康弘、2番福島坊州照也、3番三重船田博文、4番三重倉田光輝、5番栃木鈴木龍之介、6番宮城白木正彦、7番東京飯島純。以上のメンバーによる対戦です。3分制となります。11レース117期の新鋭倉田光輝、平塚バンク初登場です。人気を集めています。
対抗する高橋康弘とボーシュテリアがどう出ますか。発送いたします。発送準備整いました。斜め体制完了です。号砲になりました。第11レース A 級予選競争スタートです。6番白木正彦が上がりました。続いて2番ボーシュテリアです。東北勢3番が船田博文、7番飯島純が上がって、1番高橋康弘、5番が鈴木龍之介、1番後ろから4番倉田光輝です。バックストレッチです。東北勢は2番ボーシュテリアが前に入ります。オールランダーボーシュテリア、5月に平塚に来たばかりです。その時は決勝に乗っています。ボーシュテリア2番6番東北勢、4番三重倉田光輝は3番手に上がってまいりました。三重の新鋭レーサー、特別賞判を決めてからこの 1,2 半戦でも2度入賞があります。前場所の函館でも同期が3人乗った中でまくりで制しました。4番倉田光輝自信を深めています。マーク3番は発電系となります三重の船田博文、4番3番は三重コンビです。1番埼玉高橋康弘がアウトコースから上がっていきます。平塚公愛賞バンク1番高橋康弘、7番の飯島純に5番の鈴木龍之介がつけます。関東ライン高橋康弘、4番の倉田光輝を抑えました。2周回目のホームストレッチから今赤番を通過します。さらに車を進めていく関東勢、東北勢2番ボーシュテレヤは車を引きます。そしてアウトコースから仕掛ける三重勢、4番倉田光輝に3番船田博文、1番高橋康弘がさあここは3番手をキープしました。ジャンが鳴りました。2センターです。4番倉田光輝先行体制、まだ流し峰第4コーナー、マーク3番船田博文です。三重コンビでいきます。3番手1番高橋康弘、3番手を追走します。関東勢が1番7番5番と続いて、2番のボーシュテリアが6番手、今第2コーナーです。4番倉田光輝の逃げ、マーク3番船田博文1列膨張、 200m を切ります。高橋康弘はまだ3番手、2センター、さあ飛ばす4番の倉田光輝、3番船田博文後ろでガードしながら直線に入った、4番倉田光輝先頭だ。倉田光輝粘るも3番船田博文、3番車船田博文がゴール寸前捉えたように見えました。11レース A 級予選競争、三重コンビでワンツーです。3番4番三着から争いは接戦模様でした。リプレイをご覧ください。倉田光輝の先行、後ろでしっかりとガードしながら船田博文、粘る倉田光輝をゴール寸前で捉えているようです。スーパースローをご覧ください。1番愛知大谷康重、2番地元ホームバンク川越優勢、3番栃木飯島範之、4番北海道野木義則、5番千葉須藤誠、6番福井高間雄平、7番宮城太田正則、以上のメンバーによる対戦です。ラインの先頭でレースを動かしていくのは大谷康重、川越優勢、そして太田正則です。大谷康重と、そしてホームバンク2番車川越優勢、非常に気持ちの強い選手です。川越優勢、そして7番車は太田正則、自在戦です。太田正則5番須藤誠、最後に状態を起こします。発送準備整いました。7名です。発送いたします。構えての号令かかりまして体制完了です。号砲になりました。第12レース A 級特選競争スタートです。まずは2番川越優勢、前を取っていきます。
続いて1番が大谷康重、3番が飯島紀之、6番高間雄平、4番野木義則、5番が須藤誠、7番太田正則最後尾。バックストレッチです。先頭は2番車地元の川越優勢、 S 級で揉まれて今季の A 級戦初戦で優勝を飾っています。また上を目指して戦っていきます川越優勢。その2番手に5番千葉須藤誠が入りました。今季の初戦となりました須藤誠、2番5番南関勢、この南関勢の後ろ3番手に3番栃木の飯島紀之、タイトルホルダーが南関勢の3番手につきました。1番車愛知の大谷康重は4番手から愛知の先行タイプ、前場所四日市の特選競争は先行逃げ切りを決めていました大谷康重。後ろは6番車初連携福井の高間雄平がマークです。1番6番中部近畿コンビ、高間は平塚は12年ぶりとなりました。そして7番車宮城の太田正則は6番手から平塚は高愛称バンク太田正則、必勝パターンはまくり、後ろは4番北海道野木義則がマーク、この野木も平塚は高愛称バンク、7番4番北日本の2人が上昇です。今赤番を通過、勢いよく北日本の2人が上がって難関勢を抑えました。2番車川越ユースは3番手に引きました。外で抑える1番大谷康重、ここは一旦川越をかぶせてさらに車を上げていきました。1番6番中部近畿勢です。7番車太田正則は3番手、ジャンが乗っています2センター。2番の川越ユースは5番手です。第4コーナー上がりました。1番の大谷康重逃げていきます。後ろは6番の高間雄平です。3番キープ7番太田正則、2番車川越ユースまだ5番手の展開で今第2コーナーからバックストレッチかかっていく1番の大谷康重、そして先まくりは7番の太田正則、太田正則がまくっていきも1番の大谷康重もまだかかって粘っています。2センター川越優勢は現在4番手から5番手、第4コーナー待った7番の太田正則まくり切って今先頭だ、太田正則先頭、そして6番車が伸びてきた7番6番です。12レース A 級特選競争、うまく3番手をキープして必勝パターンのまくりで勝ちました7番太田正則。3番手先まくりを打ちました。そして大谷康重につけた6番高間雄平が2着に伸びています。リプレイをご覧ください。大谷康重もよく頑張ったんですが最後は力尽きました。7番の太田正則、6番高間雄平、そして3着4番野木義則、スーパースローをご確認ください。